はい、こんにちは、たけぽんです。今回は3分でわかる犬の描き方っていうテーマでね、お話をしていきたいと思います。同じポーズの猫の絵を描いた動画は過去にアップしたものがあるんで、猫派の人はね、そちらもチェックしてみてもらえればと思います。それでは行きましょう。まずは頭の大きさの基準になる丸を描きましょう。十字線を描いて中心からの半径が同じになるように目印をつけたら、その目印を参考に丸を描いていきましょう。こうすることで綺麗な丸を描くことができるんですね。そうしたら丸の左側に鼻と口の部分の出っ張りを描き加えます。この出っ張りが長すぎると馬っぽくなって、短すぎると猫っぽくなります。この絵を参考にちょうどいい長さを見つけてみてください。そして頭の上に耳を描き加えて、これで頭のあたりは完成ですね。そうしたら今度は体を描いていきます。体の縦の長さはだいたい頭3つ分くらいです。このあたりに目印の線を引いてください。そうしたら耳の先端、前足、お尻、この3点でこんな形の三角形ができるのをイメージしましょう。このイメージに沿ってまずは背中を描いていきます。頭のてっぺんから顎の高さにかけて、こんな感じで2つの小さい山を描きましょう。これで首と肩甲骨のあたりの盛り上がりが表現できます。そしたらここからお尻にかけて、こんな感じで長い曲線を描きましょう。これで背中側の輪郭は完成ですね。今度は前足を描いていきます。前足の位置はちょうど後頭部の真下にきます。そしたら背中側の肩甲骨の山からこんな感じで線を下ろします。そして顎の下からもこんな感じで線を下ろします。この2本の曲線で上半身と足の形が出てくるんですね。そしたら次は後ろ足です。前足との間を少し開けて後ろ足を描いて、でその上に膝の丸みを描き加えます。後ろ足のこの幅は前足と比べると倍くらいの幅になるようにかなり広めに描きます。そうしたら足とお尻を描きましょう。お尻の形がしっかり描けたらお腹を描きます。胸とお尻のラインがこんな感じでつながっているっていうことをイメージしながら描いてみてください。そして尻尾と奥側の足を描き込んだら、これで体の輪郭は完成ですね。そうしたら目を描きます。おでこと鼻のラインが交わるこの部分に目元が来るようにこんな形を描きましょう。そして鼻、口、これを描き足したらあたりは完成です。でここまで描けたら、一度紙から顔を離してみて、絵全体を眺めてバランスがおかしいってところがないかどうか確認してみてください。で OK であればペン入れをしていきますね。こんな感じで顔と首の境目の線、あと前足から背中にかけて描いていた線、これは省略して描いていきます。でもこの部分には体の凹凸があるってことはイメージしておいてくださいね。そしたら毛並みを描いていきます。柴犬は茶色と白の毛並みがあるんですけれども、白い毛並みの部分は今回描かずに茶色い部分だけ描いていきます。で一通り毛並みが描けたら、影の濃い部分の毛並みだけ少し描き足して陰影を出しましょう。で最後に鼻の横のヒゲの毛穴を描いたら、これで完成ですね。どうでしょう、最初の三角形が重要なんだなってことが体感してもらえたら嬉しいです。でちょっとこのあたりがわからないとか感想とかあればね、遠慮なくコメントください。またこの動画がいいなって思っていただけたら高評価お願いします。あとチャンネル登録されていない方は、このチャンネル登録のアイコンをポチッとお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。